こんにちは、つぶつぶグランマー由美子です。で、今から皆さんと夢のシェアをしたいと思っています。私たちに今一番必要なのは夢です。それも見果ての夢ではなくて実現可能な夢。私はね、いろんなこう間違いも失敗も本当に今思うと本当にね、こんなこと言ってるのが恥ずかしいと思うような日々を送ってきてしまって、でもそれを一歩一歩こう変えて今ここにいるわけだけども、でも心の底で何を思ってきたかというと、争いのない搾取のない生命に優しい世界を、そういう世界の実現をずっと夢見てきました。そのために私を取り巻く世界をひたすら観察してきました。そしてなんとある時、ね、最初にも言ったけど、ああ砂漠に住んでるんだということに気がついたのです。本当の食べ物がない、本当の情報がない、毎日普通に食べているものが体と心を蝕んでいる。テレビ新聞といったマスメディアだけでなく、学校の教育も家族の言動も、そして子供の絵本に至るまで毎日浴びる情報が脳にネガティブな思考を刷り込み、心に恐れと不安を植え付けている。私はその通りにその犠牲者というか、人のせいにするわけじゃないけど、ほとんどそういう生き方を本当にしてきたから分かる。これは私のことですよ。愛は現実には無力で存在しないもの。人は信用できない、家族すらも。体は脆くて弱くて手に負えない、ね、自分ではどうにもできないものなんだ。脆くて弱い自分は環境や運命に翻弄されるとてもちっぽけな存在で、ずっとそう思ってたから、みんなはそう思ってるから世界はこうなんだ。じゃあ変えなきゃ、本当にこういう意識がどんどん育っていくような社会構造が差別意識や自己否定の心を生み出し続けています。誰もが求めている愛、健康、そして幸福、平安、そして本当の豊かさが存在しない、そんな砂漠に住んでいることに気がつきました。でもやだーってやっぱりどうせ死んじゃう、どうせ死んじゃうんだから、なんでみんなこれでいいのって、どうせ有限だったら今死んででもいいから、こんなんじゃない世界作るために動き出そうよって思ったんですね。こんな現実おかしすぎる、私だけでも抜け出そうと生命創造のオアシスを求めて家族ぐるみで食と心の大冒険を続けてきました。でも最初は決心はあっても具体的な方法、情報がないからどうしていいかわからない、そんな日々がずっと続いていたんです。それを解決してくれたのがつぶつぶという食。本当にもうやればやるだけ解けていく、やればやるだけ謎が解けていく、そして疑問がここもここもここも全ての疑問がちゃんと解けていく、こんなにも矛盾のない現実というものを私が私の手で作っていける、これはすっごい衝撃的でした。とうとうオアシスにたどり着いたのです。本当の食の水脈を見つけたのです。生命を輝かせる本当の情報の水脈を見つけたのです。心にストーンと落ちる驚くほどシンプルな世界がそこにはありました。私の中に作っていた3つの思考パターンです。社会で不平等で不透明で自分の手には負えない、人生は運任せでいつ不幸や病気が襲ってくるかわからない不確かなもの、自分の体も心も才能も脆くて弱くて自分ではどうにもできないもの。私はこんな気持ちで生きていたので、
そんな人生をずっと生きて、でもある時それが人生を作ってることを知って、最初は知らなかった、でもどんどん決心していったんです。こんなのやだ、こんなはずない。最初に気がついたのは、社会は私だ、私たちだ、世界は私たちだっていう気づきは、なぜかね、ある時ピーンって20歳頃来たんですよ。この世界は私たちだっていう気づき、でもそれを具体的に実現する方法が分かんなかった。だからこれにやっぱり負けて、なかなか、でも少しずつ世界は私たちという視点から一個一個紐解いて、そしたら最後のパズルである食が来て、さらに食でもう一気に一気にこう解決して、私はつぶつぶ生活から生まれた新しい私の3つの思考パターンは、宇宙のシンプルな仕組みと法則の精妙さに感動し感謝して、わーっていう気持ちで毎日生きている。人生は自分の意識次第で好きなように作れるものだと思っている。私の体も心も才能も無限の可能性を持っていると心から思っている。もう別人、全く新しい私がここにいるんです。もうそのね、母親にぶたれていた頃の私と今の私って、もう存在として別物ですよね。今からそこが、でもそれはね、私たち全員に起きている変化です。縁あって出会った仲間たちと共に、その方法を伝えて日本各地に生命のオアシスを育てています。生命のオアシスを拡大して、砂漠を豊かな緑の園に変え、つぶつぶ天女の花園を育てて、世界中を覆い尽くすことが私の次なる夢になりました。つぶつぶの夢はそのためにあった。私本当はすごいヒット商品いっぱい作ってたから、なぜつぶつぶがいつまでもいつまでもこんなに大ヒットにならないのかな、なんで世界を覆い尽くさないのかなって思ってたんだけど、分かったのは、つぶつぶという食のところでヒットしちゃ困る、つぶつぶをベースにして、つぶつぶ天女という生き方がヒットしてくれない困る。だから私のつぶつぶグランマ由美子として、私はつぶつぶマザーという、これはお一人でも多くの人にもうどん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 伝染していくためには細胞分裂しかない、で私の分身としてつぶつぶマザーを作りました。でそのつぶつぶマザーがまた分身を作ってっていう、でもつぶつぶマザーができたということは、あ、じゃあ私つぶつぶおばあちゃんねってことで、つぶつぶグランマ、そしてね、日本にこんな革命的な食を生み出している、提案しているグランマがいるよって世界の人に知ってもらうために、これからはつぶつぶグランマ由美子として活動して、つぶつぶ天女という生き方をね、全く30年前にもう絶滅危惧種になっていて、誰の意識からもね、あるいは歴史からもほとんど消えかけていた雑穀が、今や誰もが知っていて、みんなが健康にいいね、つぶ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 の本読んだことありますって、どこに行っても会うほどになった。このパワーを使ってですね、今度はつぶつぶ天女という新しい生き方、これがみんなの夢の今度はゴールなので、大ヒット間違いないな、やっとね、あの感動をもう一度この世界で味わえるなって思っています。2013年にはそうな、そういう意味で、そのオアシスで生きる新しい私になるための本当の情報だけが集まる女性のためのウェブサイト、新しい私になるを作ります。女性が生命の視点から責任を持って新たな世界の創造に取り組む時が今です。一人一人の食と意識と生き方の転換こそが夢の実現の基本なんです。
その一歩を踏み出すためのセミナーが未来食サバイバルセミナーシーンワンです。ゆみこと全国各地のつぶつぶマザーが開催しています。もうちょっと付き合ってね。あと10分。つぶつぶ天女の花園プロジェクト、私はつぶつぶマザーたちと共にこれを進めています。未来食つぶつぶで私から始める平和な美しい革命、私は実は革命家なんです。もう本当にね、こう小さい頃に思った、こう熱くたぎるような血が騒ぐように生きたいってずっと思ってたってことをだんだん思い出してきた。私は実は革命家でも戦いたくない。戦いからは絶対平和は生まれない。じゃあどうしたらいいんだ。未来食つぶつぶがあれば、私から今からここから始める平和な美しい革命が実現できる。世界につぶつぶ天女の花園を育てます。つぶつぶマザーの寺子屋ネットワークを通じて、天女に目覚めた私が、私から、私の家から、そして地域から気づきの渦を巻き起こして世界をひっくり返すプロジェクト、これがつぶつぶ天女の花園プロジェクトです。つぶつぶ天女というのは、生命を輝かせる植物つぶつぶを身につけ、天真素の心で生きる女性のことです。じゃあつぶつぶマザーは何でしょう。つぶつぶマザーは実はつぶつぶ天女なんです。先駆的につぶつぶ天女という生き方を探検し冒険しているつぶつぶ天女、つぶつぶ天女としての学びを深めながら、つぶつぶ天女の花園プロジェクトを推進する女性、これがつぶつぶマザーです。つぶつぶ天女の花園プロジェクトが、つぶつぶマザーとつぶつぶ天女の花園とそのネットワークを日本各地、世界各地に育てて、地球を愛の波動で包んでいこうという、そういうプロジェクトです。つぶつぶの活動の目的は、おいしいつぶつぶ料理で自分自身を輝かせ、愛と感謝とともに家族を守り、愛と調和の心豊かな世界を夢見る女性たちや家族の心のつながり、もう一つの世界を育てていくことです。つぶつぶの活動の目的は、物質から生命へ意識の焦点を移すこと、男性から女性へリード役をバトンタッチすること、日常にキラキラとした輝きを取り戻すこと、外に求めていたものが全て内側にあることを思い出すこと、量を求める時代から本質的な本当のものを深くめでて豊かに生きること、ご飯の力、手料理の力に目覚めて、それを最大限に駆使する自分になること、これが目的です。女性こそが一番の生命科学者になって世界を変えるのです。生命を生み育む役をしている私たちが、なぜ研究している男性に生命の生命科学やらしとくの。生命科学者は私たち、女性が変われば夫も子供も世界も変わる。目覚めた天女が美味しい料理で男性を優しく包んで共に主張することで、封じ込められている男性の中の女性性も天真も目覚めていきます。そして共に力を合わせるとき、初めて新しい歴史が始まります。一緒に夢見ていた生命湧き立つ、命湧き立つ、響き合いの世界を作っていきたいと思っています。ありがとうございました。